Which of these fighters will prove the old axiom today? Who will come out on top? Fight! さあ最後の椅子がこの2人にどちらに振られるでしょう。アクアサガット対ミゾテルブラカ、さあ垂直をひたすらうざいぐらい入っていく。さあ時間をかけてじっくりじっくり、体力リードは俺なんだぞと時間をかけるミゾテル。アクアもそれに対して無理に攻めることもなく、ひたすら距離を置いてショットでゲージを貯める。さあなぜならアクアはゲージが溜まっている。さあこれはもう残り一発削られるわけにはいかないか。さあしかし一発入ればわからない体力。さあ時間を消費する作業、ショットを避けて時間を消費する。さあここで合わせてくる。さあゲージを残さずここで勝負を仕掛けてきた。まずはミゾテルブランカが1本目。さあしかしゲージリードはアクアだぞ。おっとアパカのミスか、コパンタイク。先端ガード飛びが通る。さあしかしさあミゾテル命拾い。さあダッシュを止める。さあここでローリングカウンター、チリ我慢して強気に。さあペースはミゾテル、アクアがペースを握れない。しかしゲージは満タン。さあさあ1点。さあしかしこれは空中ヒットなんで知らない。さあしかしゲージ2本、お互いさあ削れない、ショットを出してしまった。1セット目ミゾテルブランカ。さああと1手、手を伸ばせば取れる。